そういえば、かがみさん本出すんだよね。びっくりしちゃった。読みたいけど、自分では買いたくないんで、どなたか買ったら貸してください。いやでもうまいね。鬼から教わったことっていうふうに。さすがのタイトル。いや、いつも川上さんうまいなと思うのは、うまいなっていうか、絶対あれなんですよね。人でに出るときは、メンバーのことを必ず褒める。いや、この子すごいんですよとかって言って、いや、これは参ったなとかって。で、もちろんね、いろんなあれはあるとは思うんですけど、ここで何を言うかっていうところで、いや、この子はここがすごいなっていつも思うんですよねっていうのが、ちゃんと自らのあれで言葉でその都度言ってて、そりゃメンバー嬉しいだろうなって思いますね。それが全然わざとらしくないんだよね。本当にすごいなって思ってるんだろうなっていう感じが出てて、それね、いや、僕はいつもこういうふうに指示してるんですよとか、いや、あの子はこうした方が生きると思うんですよねとかって、上から目線で言えるマネージャーさんっていうか、ね、プロデューサーさんたくさんいますけど、いや、この子すごいんですよねとかって言って、その下からっていうか、の良さみたいのね、テレビの前とかラジオとかで言えるところがすげえなと。なんていうか、ムチとアメと、アメとムチの使い方っていうか、でもそこは嘘がないんだろうなっていう。ちゃんとこの子のいいとこはこれだからって、それを口に出すっていうことをしてるんだなと思って、すごい大したもんだなといつも思ってます。感心してます。もう遠い人になってしまいましたか。僕みたいなオタ一番嫌いだと思いますけどね。ということで、なんかな。そういうことで、今日はこんなところで。おこしさん、先日はお疲れ様でした。鏡本がね、あるっていうことですね。そっか、日産っていつなんだっけ。大変だな、ももクロファンやるのも。7月26日。そっか。7月26、27日は、仙台で行われる TBC 夏祭りに皆さんお越しください。ね。すごいですよ、これ。結構すごい。結構すごいんだから。タイムテーブルが出てこないんだよな、これ。小袋、サンドイッチマン、あとよくわかんないな。ドクマムシ三太夫、何あるんでしょうね、ドクマムシさんは。これトークショーかな。おいそこのババアとか言うのかな。あ、これあれか、どこでやるかって出てるんだ。あ、そうだ、パティロケット、これノースステージって、これあそこのちっちゃいとこだよね、これね。やっぱそうだよな。あ、これ、ノースステージってそうですよね、これね。
丸ダッシュどこでやるんだろう。ウエストステージ？わかんねえな。チーム8が来るんだよね。ウエストステージそんなでかいんだ。アイリスさんノースステージ。あのエコウエストステージって大きいな。トシボウエストステージ、あら。ドルシーさんがサウスとウエスト、 TPD さんがウエスト。そうか。話題のミキチュさんノースステージ。なるほどね。そういうことで日産もいいけど仙台もねと、あ、GT さん来られるんですね。そうだそうだ、そりゃそうだ、そうかね、27日。なんで働きマンさん4冊か買った？鏡本。なんか、またなんか抱き合わせ商法があったんですかね。鏡本買うと抽選で、なんかあのバック楽屋に入れるとか、鏡さんと一緒に風呂が入れるとか。そうなんですよ、 TBC 夏祭り今年すごい、豪華でね、多分当日すげえ混乱になるんじゃないかなと思ってね。え、これ関係あるのかな。あ、55周年記念か、 TBC テレビ。なるほどね。ほんと鏡も安くね、ブックオフとかないかな。 なんでそんな働きマンさんはたくさん買ったんだろう。月見さん、日産は TBC 夏祭りの同じ日でございます。僕は名古屋にいますけどね。そっか、ディアナか。そっかそっか。そう、 TPD さんは27日出るって発表したんだよね。そうそうそう。これ早く発表してくんないかな。そうなんだよな。さすが TPD さん、その辺ちゃんと発表してるのはすごいんだよな。ってことはさ、ある程度お宅はここ出てくださいっていうあれはもう出てるんだよね。じゃないとね、両日なんて言ったらね、宿取んなきゃいけないですもんね。27日会いましょう。そう、母さん、パティロケにドロシーにスパガにポッシーまで見れちゃう。そうなんですよ。ただこれだけ出てると多分どっかで被ってくんじゃないかなと思ってね。ノース、サウス、ウェスト、イーストかねえのか。だから3、イーストってあるのかな。だから多分どっかね、回さなきゃいけないとか、意外にとあの人が多くて移動できないですからね。牛串食いながら歩いてたら喉刺さっちゃうぐらい混んでますから。スパンはどこ出るんだろうな。ウエストステージか。じゃあウエストステージがアイドル系なんだな。でもパティロキはそこには出れないんだ。まあな、頑張ろう。そう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 、ね、ひろあきさん、パティロキは去年もノースでしたねと、森の中で好きでしたけど、あそこがノースステージなんですね、やっぱね、あの奥がね。そっかそっか。屋台がね近くでいい匂いがするステージですね。TBC は去年やったとこと同じ場所ですねと。そうみたいですね。パティロケっていうところを押すと、ノースステージって、あ、ごめん。そっか。ここに土曜日ノースステージって書いてあるんだ。だからパティロケは土曜日のノースステージしか出ないんだね。今わかった。失礼。ドロシーさんは26サウスステージ、27日ウエストステージと。なるほど。ってことは27日日曜日にはウエストステージに張り付いてればアイドル系は全部見れるってことなんだね。そうだ、ポッシも27日ウエストステージ、赤丸ダッシュも20、あ、赤丸ダッシュは26日土曜日。なるほど。わ、これ大変だな。
AKB のチーム8が土曜日曜両日にわたってウエストステージ、この時間帯で客の出入り大変なことになりますね。いや参ったなこれ、大変だね。チーム8早朝とか出てくんないかな、10時ぐらいで終わりとかね。いや大変だな。サンドイッチマンのネタみたいな。そういうことか、去年と同じだ。去年も確か土曜日にバーティーを受けてて、日曜は何もなかったのかでしたよね。でなんだ、時間差であれだ、 HMV でイベントあったんだね。なるほど、そうですね、 TBC は去年やったとこと同じ、あ、うん、どなのかな。あ、そうだ、アーさん、そうだ、イーストは去年だとテクプリさんとかやってたステージだ、そうだそうだ、なんかありましたね。働きマンさん、しおりのトークショーか、なるほど、しおりのトークショーでガチャガチャありまして、たくさん買わされました。そして何も当たりませんでした。なるほどね。ザ・スタダ商法だな。ご愁傷様でした。なるほど。クイックジャパンのしおり特集との抱き合わせか。なるほどね。そっか、あれクイックジャパンで出してますもんね、鏡本もね、うん。マークさんありがとうございます。ナトカン中原みりん生誕から帰宅したので来ました、お疲れ様でした。ほぼ終電ですね。そうなんですよ、ひろあきさん TBC にスパガが出るんですよ。本当ね、僕ちょっともう、まあ、遠征するともう仕事もできなくなるし金もなくなるしでね、ちょっと7月はあんまり控えようと思ってたんですけどね。いやーこれね、スパガと出るとなったら話が別なんですよこれね。でも待てよ、これスーパーガールズは日曜日ウエストステージでしょ、でパティロケは土曜日でしょ。これさ関係ないのかもしれないね。だってスーパーガールズさんが仙台でなんかイベントやるんだったらともかく、パッと来てパイッと帰っちゃうんだったら、ゴメちゃんはその土曜日のパティロケのあれなんか見るあれもないわね。そっか、ちょっと気がついちゃった。いやちょっと後で考えよう。アーさん、TBC 夏祭りは去年初めて遊びに行かせていただきましたが、メイジェイっていうすげえ人気あるんだなって実感しましたと。まあね、まああれほら駅じゃねえや、場所がね、なんか一般の人も来るね、普通のお祭りですからね、あの露店とかたくさんあって、だからちょっと名前知ってるとなるとわーって来るなと、そう思います。ゆかきちさん、ありがとうございます。あえて言いますが26、27、日産に行きますってことは、26のメダカとかに行くとたくさんいる、あでも日産か。気まま工房さん、同人誌は見て、さっきのね、川上さんのチェックの件ですね、同人誌は、見て見ぬふりして欲しい思いはありますが、こんなの出てますよ、いいんですかな、こんなの出てますよ、いいんですかな展開がそのうちありそうで本当辛いですと。川上さんは絶対その世界のこととか知らないですものと。そうだよね、そう思うんだよ。そうそう、あの人マニア系のそういうオタ心とか多分一番踏みにじりやすい人ですからね。やれその同人でなんか楽しんでてとかって言ったら、なんか関係ねえよ全部潰しちまえとかって言っちゃいそうなんだよな。これ十分考えられますねそれね。今のうちかもですよ、そこで遊べるのは。でね、特にそのほら
分かんないけど、イベントのね収益とかねあれなんてまあたかが知れてるし、まあ一発当たればっていうのもあるけど、一発当たって二発目が当たるかっていうのもあるけど、同人誌っていうのはねやっぱそれでね生計立ててる人もいるぐらいだから、まあまあね、それが恒久的なあの続くようなコンテンツだったりすると、まあそれは全力で潰しようっていうかもしれないね。ひろあきさん、大きいステージは入場規制かかって入れなくなるぐらいにぎわいますね。そうなんですよ、去年もね危うく入れないかと思って結構ドキドキしながらね、あのドロシーとアプガとリンクかのところで、で奥の角っこに行くと結構好き好きで、ね全然入れるんですけどね、その辺ちょっと心配なんだよな。日曜日はね、ウエストステージね、月凛さん、特別企画みたいな感じで小梅ちゃんが帰ってくるなら TBC 検討しますと、それはねまあ 120% ないでしょうと僕は思います。これアットジャムにかけるか。たくさん、 TBC はおばあちゃんが孫を連れて最善突っ込めるイベントですよねと。そうあったねそう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 ね、あれ70代か80代のおばあちゃんみたいなのがね孫連れてね、よた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 出てきてね、おいおいこんなとこ入ってきていいんかよとかっつってでまあね前で見たいならどうぞどうぞって進めてみたものの、肝心の孫が飽きちゃって、帰りたいおばあちゃんみたいになって、それでそそくさと帰ってったというね、あのローカル感最高ですよね TBC ね、いろんな人がいて。働きマンさん、赤丸ってことは X21 ワンチャンあるかなってどういうことだろう。 X21 って出るんだっけ。赤丸ダッシュと X21 ってなんか関係あるんだっけ。んごめん、わかんないや。あ、いのちありがとうございます、お疲れ様です。今大変な状況で、あそうだねいちご、ストロベリーシアターが今大変な状況の、ね、ストロベリーシアター、皆さん見に、プリグもいいけどストロベリーシアターを見に行ってね皆さんね、ライブ意外といいよ。あ、今日ほど業務連絡です。ケンさんから、西山さんへ鏡本一冊くださいと、業務連絡終了。ハさん、去年は土曜日 HMV で日曜早朝にノースステージでした。全くその通りでした。そうだった、そうだった。そうだ、そうだ、そうだ。で、俺、眠くてリハ見に行けなかったんだ。そうだ、そうだ。ひろあきさん、スーパーガールズとパテロキは遭遇しないわけですかと。今気がつきました。だから、わかんないですけどね。その前の土曜日にスパガがどういうスケジュールを入れるのかなっていうところがちょっと要注目ですね。さすがのスーパーガールズなんでね、新幹線で乗って来られるわけですし、それもね翼とかね速いやつにシュッと乗ってピュッと乗ってクイッと乗って出てピュンと帰っちゃうかもしれない、ね、そうすると何のあれもなく小梅ちゃんも行って帰ってくるだけかもしれません。わかんないね。グラタンさん、お疲れ様です。チーム8は、オタ大したことないらしいですよ。48オタは接触ありきなんで。そうなんだ。まあ握手会はやらないだろうね。わかんないけど。でもそっか。でもあの時もアプガとか、リンクも、もう完全に仕切られたテントの中で握手会をやってたんだよな。だチーム A とかその握手会はそこでやるかどうかなんだよね。そうか。日曜はバティロケは連鎖で日本エアギター選手権決勝戦のオープニングアクトです。そうだった。
そうだった。ちょっと気が重くなってきたな。スキリンさん、今 TBC に行って僕も確認して泣きました。素直に名古屋でなあちゃんとみなみちゃんの最後を見届けてきます。そうかそうか、リアナ卒業しちゃうんだね。そうだった。リアナスイート電撃2人ご卒業と。そうなんだよね、ソロライブなんだよね。そうなんだ、俺も今気がついた。ということで燃料界隈は土曜日のスーパーガールズの日程をちょっと何をやるのか何をやらないのか気にするようにしましょう。働きマンさん、ちなみに明日の5時亀戸サンストリートでラブドルありますよ。えらいね、ラブドル、ラブドルあるよ明日土曜日サンスト。俺多分仕事してるからちょっと行こうかな。うん、ありがとうございます。あ、そういうこと。グラタさん、赤丸も X もオスカーですよ。あれ赤丸って全部オスカーなんだっけ。マーリンがオスカーなのは、あれ全部オスカーなんだっけ。そうなんだ。そうすると何、追加で X21 が出るかもしれないっていうことかな。うん。焼酎さん、ありがとうございます。こんばんは。こんばんはです。26日はスパガワ東京で MV 上映会のはずですよと。なるほどね、わかりました。ということで26日土曜日はスーパーガールズさんは東京イベント、何時までかわかんないということだ。いやー残念だ。いやいや残念だ。とってもクリアになりました。もうそうこうしているうちに1時だね。そうか、そうだったんだ。そうだそうだ、そう、ゆかきちさん、明日の DDT の試合に静風&絆がセコンドで参加しますよと。そうなんだよね、そうそう、なんか書いてたんだよな。明日確か埼玉、なんだっけ、そうだそうだ、 T シャツラブサミットも出るんだ日曜日ね。あー、いけないか。これ何時に出るかだな。 T シャツラブサミットめっちゃくちゃ行きたいんですけど、今ちょっとだけお金があるんでアホみたいに買っちゃいそうなんで、あえて行かないようにしたいな。これだ、東京遠征 DDT プロレス。エスポワール伊佐沼、どこだろうこれ、川崎市伊佐沼、何ここ、あすごいなこれ、川越市、ごめん、川越市、川越か、川越なんだ、川越か、すげえとこにあんなこれ、川越から何分かかんだこれ。あら、ずいぶん遠いな、これ。車がないと難しいね。そうか、伊佐沼冒険の森っつうんだ。はぁ、あ、今プロレスってこういうとこでやんだね。川越インターから16号使って15分。なるほどね。あ、ちょっと待ってよ、 T シャツラブサミットでまたあれかな、イベントやんないのかな。静風絆だけかな。
スキリンさん、赤丸はメンバー公募して受かったのはオスカーだけだったという、応募して受かったのはオスカーだけだったというのはあれですね、なんだっけ、あ、そうなんだっけ、あー、そういうことか、なるほど、結果的に全員オスカーだったんだそういうことか、なるほどね。いやでも赤丸もなかなかあのイベントじゃ苦労してるね。あ、まあアイドル、今のアイドル業界すげえなと思うな、CM に出ようが出まいが関係ないっていうね、本当に、客はそんなのどうでもいいっていう、どうでもよくはないけどね、あれだけ毎日、あの CM やってたって、じゃあ客がつくかってわけでもあるないっていうね、わ、これまたすげえな、あれでも静風絆のことは書いてないな。ミク16歳誰だ、へえ、こんなのいるんだね面白いなこれ。ああ、川越ね、同じ市内ですが遠いです、広いもんね、伊佐沼なんて初めて聞いたよ。すげえな、太蔵さん映ってんなこれ。ミク16歳、バーチャルアンドロイドアイドルとは、バーチャルアイドルとアンドロイドの愛の子です、あとリアルも少々。へえ、こんなのいるんだね、へえ、ボカロのなんだなんだかんだ、T シャツラブサミットはあのイベントコーナー一日見てるだけでも飽きないですね、本当、本当面白い。ただ僕ちょっと仕事しなきゃいけないんでちょっといけないかもな。ね、13日ね、13日だけなのかなライブは。またこの芸人のクソ加減がすげえんだよな。あ、東京ペールワンとか出るんだ。あ、ネズッチダブルコロンだよ。あ、鳥肌みのりも出るの？すごいね、これね。へぇ。すごいよ、これ。全然アイドル関係ないけど。すごいなこれ。へえ。お、ハリウッドザコシショウ出るね。すいません、54名の方が聞いていただいて、僕また文句言い始めると盛り上がれるんですけどね、これはまたちょっともうちょっと企画を練ってから、そうそう、これどうしようかな、硬い話なんだよな。いや、13日12時からライブ予定です。静風絆ですね、はいはい、お、なんと、しかもお笑いサイバーシリーズ13日の司会は半田笹ちゃん、この人グラビアアイドルで AV 出た人だっけ、なんだっけこの人、なんか知ってるな、そうだ AVあ、そうだ、知ってるよ、知ってる。うまいな、このなんかキャスティングが。
フォークダメ。そうですね。スイートエクソシストさん、すいません。僕もスイートエクソシストさんと違って、あの、文句大好きなんでね。つい文句言っちゃって。そんなことでしか盛り上げられなくてすいません。これ、行きてえな、これ。参ったな。もういいや。あららら、これ行きたいな。あ、そうだ、この前の横丁の話をちょっとしたかったんだ。神神神神、たたたた、そうか、ディープだなここ。あ、月林さん、明日の現場決まりました。 T シャツするサミット。そう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 、これ芸人ほんとくだらないけどね、ほんと面白いんだよねこれ。まあアイドルは出ないけど、で、あれだっけ、 T シャツラブサミットの入場券が300円、2日間プリパスで全部一応見れると。で、まあ基本 T シャツを売っているという、 T シャツのまあ なんて言うだろう、まあこんな感じですよ、うん、そうか。オイル袋マイっていう人はどんな人なんだろうね。これを最後、働きまさん、何について文句言いますか。モエピーの脱退についてにしましょうか。それ言えるのかなこれね。どうなんでしょうねこれね。あれは驚きましたね本当ね。本当にこれ、あれ、ゴールデンバットさん、こんにちは。吉野さんかな。うん、まあいいや、すいません、どうも夜遅く、もうちょっとで終わるかもしれません。そうそうそう、半田笹さんさんは元 SOD ソフトオンデマンドの専属 AV ですよ。そう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 、だからなんかあれですよね、あの当時そのまず、グラビアから出て、なんか数ヶ月したら AVA みたいな感じでね、電撃遺跡みたいなね、なんかそういう感じの人でしたよね。うん、そう、モエピーだよ。うん、でもなんかね、どうなんだろうね。どうなんだろう。いや全然僕も噂とか全然知りませんよ。うん、いや驚いた本当に。本当驚いた。仮にもね、エース級ですからね。まあ一応どうなんだろうね。一応ユーミンとモエピーのツートップ的なね、リンクの位置づけだったと思うんですけど、まあそれもね、ちょっとショックだったのは、その割とね、外側から見ててうまくいってるなって思ってただろうジョブネットさんの体制の、あのリンクの今のね状況で、いわゆる解雇っていうね、卒業までもありません、セレモニーもありません、もうこれで終わりですっつって終わっちゃったっていうところが、まあ、よっぽどその逆鱗に触れたところで辞めるざるを得なかったっていうところがね。で、まあこれが本当にその女優とかね、その全くアイドル系のマーケットとチャンネルが違うところだったら、まあそれもありかなと思うんですけどね。はい、それで、このグループに入ってきました、もしくはソロデビューしますっつったってね、そのこのわだかまりがある中でやるっていうのは相当大変なことだよ。コメちゃんだって多分そこでまだ苦しんでるところも多分あると思うんでね、そんなことは誰も言わないけどね、やっぱり本人も多分そこで苦しんでるとは思いますよ。やっぱりそれぐらい、あのアイドルというある種狭い業界の中で、ちゃん、あのエース級の人が辞めるという辞め方っていうのかね、っていうのはものすごく大事に辞めないと、まあ、芸能人だからね、その辞め方っていうのはちょっとこう慎重に慎重に進めないと、その次の活動っていうのに支障が出るなと思ってます。
あ、そうですよね、ハセピョさんですよね。この写真見て分かりました。それ言っていいのかどうか分からなかったんでありがとうございます。月にさん、しかもサブタイトルが明かりというね、 T シャツサブラブサミット、なるほどねそうなんだよく見てるね。新木さん、もともと相乗りですよ、半田笹さん。あ、そうなんだ。そうなんだ。今何やってんだろう。もうすぐ30だ。そうそうそう。でこれをちょっと最後に、ありがとうございましたね、この件ね。ファンによる二次的イベント開催、ももクロはダメ問題。これ要するに加賀美さんのいつもの、感触だったという結論でした。何も考えてないということで、イベンターの方々頑張ってね。これを最後のお話として終わりましょう。ということで、コメント、深尾さんありがとうございます。思いのほかヌードルカフェ楽しいよ。あ、そうなんだ、行ってきたんですね。みんなヌーカフェヌーカフェってあの奴隷豚の方々が言ってて気にはなってたんですけど、あ、そうなんだ、今度教えてください。長谷部さん、スパガとパティロケが最初に一緒になるステージって TBC 夏祭りでしたっけ、と。まさにその話を今してました。ちょっとその話を してたんですよ。でね、ちょっと TL にも書いたんですけど、結果から言うと、かぶりません。ステージが同じ時におそらくいないだろうということです。さっきも載せたんですけどね、僕はそこが見たいわけですよ。コメちゃんがね、わあ3人よくやってんだと。まあそれはね、練習とか見るかもしれないけどね、まだ本番を見たことないわけですからね。そこの瞬間に僕は言いたいわけですよ。もうね、本当に今の3人を見ろって言いたいわけですけど、で残念ながらここの、スーパーガールズっていう欄をポチッと押すと、出演日が7月27日の日曜日のウエストステージで、パーティーロケッツのところをクリックするとですね、26日土曜日、ノースステージということで、ステージそのものは別日にやるということがここを見るとわかると。でなおかつ、スーパーガールズは土曜日に、どうやら東京でイベントがあるらしい。でパーティーロケは、仙台の別のところでエアギターなんとかっていうところで、お仕事があります。だから日曜日の、ステージを見れるか見れない可能性が高いということで、どっちがどっちのライブを見るということがどっちも無理なような気がしてきました、というのが今の状況、なんか調査結果でした。残念。はい、そういうことで皆さん、アイドル横丁行ってきましたか？僕は行ってきましたよ。ちゃんとね、こうやって印刷して、去年とかは多分紙くれたと思うんですけど、今年多分くれなかったんでね。で、ハゼピョさんも来るんですね。ありがとうございます。そうなんですね、と。7月27日は TPD も出るので仙台行きますよ、と。そうなんですよね。だから、
日曜に来る方はパティロゲのステージは見れない、まあわかんないですけどね、今タイムテーブル組んでるところだからなんかあんのかなとは思うんですけど、今の予定だと土曜日しか出ない、だから TPD 見に来る人はパティロゲは見れないということになりそうです。残念。うん、ということで、アイドル横丁夏祭りということでですね、ちょっと待ってね、ここで一旦